なんで？なんでそうなる？どういうこと？あ、これ直さなきゃダメなんだ。マジか。当たんねや、これ。どうしたらいいんだ、これ。ちょっと主婦リスナーさん教えて、これどうしたらいいの、これ。ちょっと改善したいな、これ。角度が、角度を直さないと閉まんないんだけど、これ。ここよく使うからな。当たんねんな、これ。これやだな、これ。なんだよ、これ。ここになんか入れればいいのかな、ここに。これがまっすぐじゃないと閉まんないんですよね。やだな、これ。しっかよ。ここにゴム、両面テープ、どこに両面テープ、両面テープがないもんだって。裏にマスキング、裏にマスキング、これが長すぎるんだよ、こいつがな。これが浮くところに何か入れろってこと。うん、両面テープで固定。これダメだろ、これ。おかしいと思ったんだよ。だってこんなの統一されてないわけじゃん。こんなのキッチンのここなんかさ、いや俺でかすぎるなと思ったんだよ、これ。うん、調節できない、おかしいよね、これ。マジでこれ、こんな隙間あるんだよ。だってそれ斜めになるわな、これ斜めと当たるわな、ここに。これおかしいよ、ニトリさん。お値段以上じゃないじゃん、これ。マスキングテープついてない？ちょっと待って、見てみる。ついてんの、これ。ちょっとどこやった？あれ、どこやった？さっきの。マスキングテープ？いや。ついてないっすね。それしか入ってないっすね。入ってないっす。入ってない。だって、これ書いてあるけどさ、隙間空いてるけど、これどうやって使うつもりだったの、これ。器具についてるっぽい？あ、ほんまや。ついてる。ついてた。これを、じゃあ、こっちに寄せてつけばいいってことか。こっちに。あ、そういうことか。じゃあこれ剥がせばいいの？これ両面なの、マジで。いや、剥がれないぞ、これ。サラサラしてるぞ、これ。いや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 、剥がせないよ、これ。これ単なるスポンジじゃん。剥がせないよ、これ。滑り止めだよ、これ単なる。ダメじゃん。クッションじゃん、単なる。ダメじゃん。当たるやん、ほら。はぁ？当たるやん、これ。何これ。引き戸用じゃないの、これ。縮まんないよね。この角度で止めたいんだよな。だからまっすぐだったらここが、ここに隙間がある。できるとダメなんだよな。斜めになっちゃうと、ほら。こうじゃなきゃダメなんだよ、だから。当たるんだよな。ここになんかかませたいけど、こっちはなんかもうつけたくないよね。化粧だからこっちは。仕込むんだったら後ろだよね。なんかいい方法ねえかな、これ。当たるやん、ここ。ここ傷つくやん、ここが。ほら。ガッツンガッツン。段ボールかませる？セロテープ？セロテープないもんね。これなんか、かませる？後ろに。これがまっすぐになればいいんだよ。
そういうことですよ。だからこれこういうことですよ。要は、あ、これいったやろ。いった。あ、そのための段ボールだったのかな、これ。段ボール入ってたけど。そのためのやつかな、これ。違う？この中に段ボール入ってたんですよね。この中に。違う？天才だな、これ。マジで。来た。ちょっとダサいですけど、後ろは。後ろはちょっとかっこ悪いですけど。でもこれがまっすぐ、これこうならないと当たっちゃうんで、ほら、あ、ちょっと当たるよね、ちょっと当たる、あ、当たるわ、ちょっとなんか当たんねんな、これ、ほら、どう、ちょっとスッていってる、スッていってる、スッて、ほら、ちょっと当たってる、ほら、吸ってて止まるもんだって。もうちょっと薄く作れよ、ここ。ニトリさんやってんだよ。傷つくかな、これ。傷つくと思う？傷つく、これ。外した方がいい？こっちのドア開かないんだよね、これ。これダミーなんですよ、これ。これ開かないって書いてあるの。ここつけたかったんだけど、ここ。気づいたら退去費用請求される。こっち扉じゃないんですよね、これ。これダミーなんだよ、開かないんだよ。ここしかないんだよ、つけるところ。ちょっとタオルかけるよ、ちょっと一回。どんな、こんな感じです。だから良くない？我慢する、これで。まあいい、うん。あぐれの扉あるよ。ここにタオルおかしいでしょ、だって。ここタオルおかしいって。ここはおかしいって。絶対つけてるやついないよ、絶対主婦で。ここは違うでしょ、下でしょ、タオルは、うん。あ、金玉あれです。ここしかないんだよ。テープで留めた方がいい。おかしいでしょ。ここでいいじゃない。もうよくない？もうジャリって言ってる。あ、ジャリって言ってる。なんか傷ついてんじゃん、もう。やべえな、やべえな、これ。傷ついてんじゃん、これ。やめよ、これ。これやばいわ。これダメだ、これ。ニトリさん。これダメじゃん。吸盤式買えばよかった。ちょっとダメだわ。ちょっと諦めるわ、これ。ちょっとダメだ。傷ついちゃう、これ。擦ってんじゃん、これ。これやめよ。鼻拭く。ダメだな、これ。おかしいと思ったんだよ、これ。分厚すぎなんだよ、これ。金属が。うん、ゴミやな、これ。良かれと思って買ったけど、これ。最悪やな、マジで。うん、じゃあちょっとこの鼻フックとキッチンペーパーだけはつけたいな。つけていい？これ鼻フック、ガチクワして、ちょっとこれだけつけさせて。このお玉のポジションがさ、どこにつけようかちょっと悩むんだけど、あの、教えてほしい、リスナーさん、女性リスナーさん、ママやってる人、特にお玉ってコンロのここにつけるのか、玉ポジソー、こっちにつけるのか、ちょっとずらした方がいいのか、これマジで大事だからね、教えてほしい。
ずらした方がいい。どこ？こっちまでずらす。もう換気扇につけるんだよ。換気扇つけないでしょ。不枠丸です。金の不枠。あー、ありがとうございます社長。真ん中、火から離せ。真ん中の方がいいんだ。じゃ、ここか。ここじゃなくてこっち。うん、洗い物の上で鼻フックつけます。あれ、吸盤1個しかついてないじゃん、これ。吸盤1個しかついてないの、これ。なんで吸盤1個する？これ絶対不良品じゃん。あ、これ重ね合わせてんのか。びっくりした。重なってんだ、これ。重なってた、2個入ってた。入ってた、入ったやつ。これだ、これにつけるんだ。ペタンって、これを壁にこうやってペタンってつけて、こういうことや、こういうことや、こういうことや、こうやってこれつけます。じゃあこれ位置、この位置でつけないとダメってことだ。じゃあだからこの状態でネジで止めちゃった方がいいってことね、これね。そういうことだ。じゃあネジつけちゃう。このネジが入ってたから、うん、しょうがない。これはしょうがない。でもマジで生活感出ちゃうけど。よいしょ、できた。ネジつけました。ほんでこいつを両面テープだからペタンってつけます。だからあと高さだよね。高さあんま低くてもあれだよね。え、引き出しにつけてる。そんなとこダメだよ。ほこりたまるよね。いらない。引き出し左壁、下の扉がないんで、全部こう引き出しなんだよね。あ、ここか、壁がいいか。ここよくない？ここよくない？引き出し？いらねえ？ダサい？ここだよね、多分。しっくりこない。ここじゃない？ここだよね。いらない？いるでしょ。風船ね、ここだね。高さがこれ一番上の方だとダメなの。上の方がいいかな、やっぱり。油飛ぶ、しょうがないです。だってそこ油跳ねる。じゃあ上の方につければいいんじゃないの。真ん中とかびっくりした。洗って使えばいい。ティファールを見せたいのよ。ティファールのこれだから、お玉とかだから、これを見せたいのよ。これを、これはだから見せたいの。こうやって、あ、ティファール使ってんだねみたいな。おしゃれだから、そう見せたいのよ。一番上でいい、これ。火から離そう。じゃ一番上だ、ここか。これ一発勝負、もしかして。これ水とかつけなくていいの？これ一発勝負じゃない？やべやべやべ。いっちゃった、いっちゃった、いっちゃった。つけた。これいい。これ見せたいのよ、この皮むき器とか全部ティファールだから。見せたいのよ。こうやって。どう？もうしゃもじはもうこれつけるとこないわ。これもティファールだから。ティファール。ほんで、
お玉、お玉。これもティファールだからさ。金玉です。そうなんだよ。汚れるけど、しょうがないんですよ、これ。社長。しょうがないんですよ。見せたいのよ。斜めってる？いや、斜めってないでしょ。あ、斜めってない？いや、斜めってないでしょ。こう、キッチンバサミとかも。油つく？ダサい？嘘でしょ？え、やばかった？あ、これもかけれるやん、これ、取って。ほら。あ、なんかめちゃくちゃ料理できる人みたいじゃないっす、これ。やばくないっす？これ、ほんとはこれ、菜箸もね、これ、ティファールだから、これもね、ちょっとかけたいんだよね。ここで、棒、なんか、紐でくくって、こうやってかけたいんだよね。ハサミ釣らないよ。油まみれだな。金玉4つあるやつ。いらない？油飛ぶかな、ここまで。だいぶ距離あるよ、これ。飛ばないでしょ、ここまで。飛ぶよ？飛ぶの？あ、換気扇が油吸うからね。じゃ、換気扇つけなきゃいいんじゃない？油舐めんなよ、マジで。え、だってここにつけてる人結構いない？ 1K のアパートとかで。マジっす？でもここしかないんだもん、だって。金のふわくまりです。女性理さんに話を聞け。仕方ない、汚れちまうけど。かっこよくない？これ。え、こういう飲食店とかない？キッチンで。あるよね。普通じゃ終わらねえ。さすが田岡、ありだす。あるよね、レストランでね。俺見たことあるぞ、これ。完コピしたんだけど。ダメなんす？いいよね。やってみればいいやん、とりあえず。ここがいいじゃん。いい？これで、とりあえず、まあ。ハサミ危なくない？いや、ハサミ使うじゃん、結構。ほら、ソーセージとかの袋とか切るとき、あれ、ハサミどこやったってとき、ここにあったらめっちゃ楽やん、だって。ハサミ、めっちゃ楽やん。なんか、パッケージとか切るときに。キッチンバサミ。これ、かける人いないの？ここに。ハサミ危ないよ。ソーセージほとんど俺使うから危ないか。油でベタベタになる。あ、金のふわくまりです。出番です。不人物ね。換気扇の下ダメ。こっちはやめとく。これはやめとく。じゃあその場所で決定の人いるんだけど。金玉5個です。ハサミ包丁でできるよ、そんなの。メース。金のふわくまりです。あ、わーさんです。引き出しでいい。これじゃ子供いないからね。子供いないからありえない。いなくてもダメ。ダメなの？じゃ分かった。じゃあしまうわ、こっちに。じゃあとこれでね、ペーパーホルダーいきます。これ今キッチンのこの角に置いたんですよ。こうやって洗い物してたらね、これ濡れちゃうんですよ、ね、びちょびちょになって参っちゃって、これ置くとこねえなと思って。そういえばこれ結構使うじゃないですか、料理する人って。こいつの置き場所をね、ちょっと考えてあげないなと思って、これ買ってきましたね。これトイレットペーパーみたいになるんですよね。これ冷蔵庫つけたくないですね。これはちょっと冷蔵庫の側面、あ、いいね。ここつけちゃうと。ここに。なるほど。これ欲しい。あ、そこがいい。あ、マジで？普通そこだよ。じゃ、つけちゃうっすね、これ。
通はそこ。これはどうやってつけるんだろう。これは両面テープだ。簡単だ。あとはこれ位置だよね。位置が大事だからね。位置で決まるからね、マジで。これどっちがどっちだ。こっちがぶっ刺さる方か。どっちだこれ。こうか。こっちか。で、これがこうか。よしよしよし。これだ。これを、で、つけます。じゃあ。位置だね、あとは。位置をどうする？マグネットじゃないんだね。マグネットあるの？マジで？両面だね。両面。じゃあ、ペリペリって剥がしますね、これ。ペリペリ。ん？側面マグネットつかないでしょ。わかんないです。じゃあつけます。これどこがいいんだろう。上の方がいいかな。濡れちゃうから、やっぱり水が飛んでくるから。上の方かな。下？真ん中？マグネットつくよ、側面。じゃあマグネットの良かったじゃん。じゃあ失敗したじゃん、これ。やめてよ、もう買っちゃったんだから。左の方がいい。これマジ一発勝負なんでね。熱で粘着落ちる。つかない冷蔵庫あるよ、マグネット。真ん中がいい。真ん中の上。あ、ここのがいい。ここのがいい。ここにしよう、じゃあ。一発勝負なんでね。おい、さ。よーくつけますね。よーくつけて。よーくつけます。つけました。で、キッチンペーパーどこ行った。あ、これこれこれをね、あれ、これさ、今中途半端なキッチンペーパーだからだけど、これ新品だったら、これ太すぎてつかねえとかない。これ大丈夫。あ、行けましたね。ほら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 、おいしょ。あらららら、あらららら、あらら、水があった、ここに。濡れちゃった。ここだけは使えるわ。ここだけ取っとこう。もったいないから。これだけ吸収します。やっべえぞ、マジで。水があったらまだ。洗ってない食器があってさ、最悪だ、マジで。え？あ、冷蔵庫の上掃除する？でも汚いんだよ、これ。洗剤とかついてるんだよ。これいらんわ。あとは、そんなもんかな。あとお皿買ってきたっす。あ、あとこれ買ってきたっす。これこれ。見て。見て見て見て。お皿買ってきたっす。お皿見て、ほら、パスタとか入れんのに買ってきたっす。お皿かわいくない？かわいいよね。お皿2つ